よ、まゆちゃん、元気？まゆちゃん、元気？俺は頭痛いよ。まだちょっとうまくいってないよ。けど晩飯は作らなきゃいけない。これなんかね、これちょっと鶏の、鶏カツを作ってレバー炒めて、レバーだからなんだろうな、ニラあったっけな。ニラありゃレバニラに走るぜ。走れレバニラ。あった。ほら、レバニラに走りましょうかね。もやし、玉ねぎがいるんだよな、レバニラって。ねえじゃん。もやし、もう終わりだね。さよなら。いや、そういうことはできるんですよね。レバニラか。チンゲン菜があるね。玉ねぎ入れちゃおう。汁は何しようか。汁は何入れる？こっちにね、しゃぶしゃぶ肉があったっけ。あるね。これで汁すればいいね。はい。で、煮しめがちょっとありますから、そこら辺も使うでしょ。鶏肉がちょっと残ってるね。明日のお弁当のおかずあんのかな。煮しめをちょっと温めたいよね。何にしようかね、今日の汁は。もやし。悩むね。何作っていいのかわかんないってのが一番困るんだけど、もう作る方針は決まってるけどね。メインはこれだ。メインはこれ。ほい。ああ、人生は長い道のりでありやんす。レバニラのレバーは油通ししましょうね。これで鶏のフライにしますからね。まずフライの用意を先だな。一番先はフライの用意。一番先はフライの用意でしょ。で、白菜つぼを取りに行くかな。白菜玄関にあるんだよね。走って取りに行くか。タッタッタッ白菜取りに行くぜベイビー。前白菜持ってこい。持ってこねえよな。前を持ってきてくれればこんな幸せなことはないのだが、まずはね、手をよく洗いましょうね。いつもそう洗って、これ大茎もね、きれいにいつも洗ってあるんだけど、まあ洗って、これが鶏の唐揚げに入りますんで、これね、これを唐揚げ、鶏の天ぷらだよ。天ぷら。うわ、どんな匂い？いいね。まだいいね。失礼ですな。鶏、これ半分はじゃあ残しましょう。そうするとなんか半分ぐらいあるんだよな、確かな。あれみんな使っちゃおう。古い方から順に使え、おう！これね、古い方ですから順に使いましょう。どら？お、匂い OK だね。鶏の唐揚げで、あ、このボールはちょっと近いんですけど、もう一個ぐらいボールがある。これをまあじゃあ入れておきましょう。こっちにね、塩をちょっと加減しといてね。塩加減。ね。こいつらを出刃で切った方がいいよ。鶏はそっちの方が切りやすいから。俺も三徳包丁とかいろいろあるけどね。これ鶏皮の方をね、こうやって皮がある方を作っていきましょう。これを残してやろう。間違えた。こっち側もこれを切ってあげよう。この残したやつを叩いて変し目に入れられますからね。で胸の下のですね。これはまあ一緒に。これ胸の下の方。胸の下の方、アンダーバスト。アンダーバスト？あんた、ぶっ飛ばすぞ。あんた、ぶっ飛ばすぞ。あんた、ぶっ飛ばされてんなよ。はい。あんま失礼なこと言うとぶっ飛ばされますよね。アンダーバスト。オーバーバスト。はい、まずはこれね、ラップっていうかね、ちょっとこうでかめの方を、これからこれはフライになりますからね。フライ。肉が飛び散らないようにして。ああ、お前俺に協力する気ねえんだ、この肉。はいはい、ちょっと飛び散っちゃいました。よいしょ。三つ目。ちょっとこうやってた方がいい。くっついちゃいますからね、こうやってやると。もうくっついちゃったよ。なんか鶏カツともうまいよね。鶏カツ。よいしょ。でしょうか。これ鶏かつだけじゃなくて汁にも入れてやろうか。これ汁に入れてやろう。小さいからね。ちょっと汁と豚がちょっと足りないぐらいですね。入れてやるといいですよ。豚が足りない時は入れてやりな。ブータンでおそばが揚げて食べるんですよ。これも入れてやろう。ブータンでおそばは揚げて食べる。はい。この人たちがなんかいい感じだね。鳥はね、この胸をそのまま入れるとちょっと結構嫌な感じになること多いですね。なんか鶏臭くなること多いんで、もうちょっと細かめにしておいた方がいいかもしれないですね。なんで嫌な感じなのか、組織の中が鶏臭いまんま見えちゃう感じしますよね。なんでですかね。なんでだかね。言ってみろよ、お前。これそのままこの汁に入れちゃいますからね。わさっとわさっと入ってゴーゴーゴー。はい、これ鶏の汁だね。汁じゃない、鶏の汁じゃないよね。あれはなんつったっけ。鶏の汁じゃないよね。あれはなんつったっけね。ちょっと回ってあげて。レバーね、レバニラ炒めにするためのレバーです。レバニラ炒め、おおすげえな、この量な。量が多いね、やっぱね。レバニラ炒めのレバーね、よいしょ。これはこっちの方がいいですね。ちょっと大きめのブツブツって感じで切っちゃってもいいかね。 3等分しようか。でっかいね、やっぱ豚レバー。グリラで焼いてもいいんだけどね。昨日グリラで鶏レバーやったばっかりだから、比較のためにも今日やってもよかったからね。ちょっと四角くて厚い感じに切っちゃったね。いいんだろうか。ちょっとまずかったかな。もうちょっと薄く切った方がよかったかな。まあ勘弁。揚げるからちょっと厚めに切って面白みを出したいなって気がしましたからね。揚げるからには根性を据えてこいや。あっかね、なんかヤクザの人、そう、これ言っちゃいけない言葉だよね。よし、鶏レバには豚レバにはレバーの唐揚げなんだな。どうしよう、ちょっと濃いめに。大丈夫だっか、こんなでシャッと揚げればねえね。レバー2段にしてると。よし、じゃあいくか。まず最初カツ揚げって言うんでしょう。カツ揚げして、おいちょっとよこせや、お前ちょっと小遣いよこせや。カツ揚げだよ、つまんねえ。なんでつまらないんだ。よいしょ、まあいいや、丸くねえよ。ちょっとポリティカリーコレクトな YouTube しないとダメですよ。ポリティカリーコレクトね。よし、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。よっしゃ、190度になります。ドロドロの油です。これが麺だな。よし、これがあれです、網です。ちょっとなんか入ってるというのから作ります。特に入っておりません。 OK です。じゃじゃじゃんじゃじゃじゃん、なんかちょっとここあれだね。大丈夫ですか。中にね、ちょっともうこれ小麦粉焦げてますから、こっちはね、もう揚げてやったんですけど、これ洗ってあげましょう。次ね、洗ってあげる。はい、これもねアップ。できるだけ簡単にしたいんでね、ここに卵入りますけれども、まず小麦粉を上にかけて、塩はね、ちょっと塩はさっきかけなかったね。塩ね、まずいね。ちょっとしょっぱみないと美味しくないよね。ここには小麦粉が入ります。で小麦粉とこの卵でガードされますんでね。ちょっとたっぷりめにつけてあげましょう。全体につくまでね、これやってあげてください。でこれでいいとこついたねってとこで卵が入って、その最後にパン粉が入りますね。昔はやっぱりこうちゃんとパン粉をバットの上でやってたけどね、ここしばらくもうそういうことやってないですね。なんでだろうね。でまあこうやってやると小麦粉と卵がきれいにね膜になりますから、このまんまこう揚げてもいいぐらいだよね。いいってね。あとここにパン粉入れてグリグリってやってやる感じかな。そしたらこっちは終わりね。ちゃんと一個一個にこうついてることを確認していきましょう。ね、そうすると一個一個はどんな活用なのか大体わかりますね。でパン粉が、もうこれで十分ですね。簡単だね。簡単だろう。バットでやってるのがバカバカしくなってくるよね、こんなこと言ってくるね。でこれで十分美味しいですから、もう一息だな。倍ぐらいか使ったね。もう一息どころじゃねえぞおい。あ、いけねえ。160度だわ。190度は後だ。レバーの方が先。レバーの方が190度だ。レバーこう低温でいった方がいいかな。160でいいんだわ。160、はい、160にしました。こっち側を次にやっておきますか。これね、塩ですね。塩で軽く醤油しておきますか。鶏のレバーは揚げるとどうなんだろうな。ダメだと思うけどね、やってみたことはねえな。やらないでダメだなんて思っちゃダメだよね。ちょっと酒で洗っておきましょう。片栗粉の方は適度に水っぽくないと入った瞬間に飛びますからね。このままポロンって入れる、トロンって入れる、トロンって入れる感じかね。トロン、はい、トロン。ちょっとここに片栗粉で小麦粉入れてみようか。いつも不思議、どうこれ混ぜるとどうだろうなっていつも思ってたんだよね。小麦粉と片栗粉混ざるとなんかいいことありそうな気がするんだけどね。どうだろうか。よくね、売ってるやつらは、売ってる人たちってすごく衣が上手についてるよね。ちょっと包んでこうとろんと煮てやりましょうか。はい、 OK ですね。これでもう、基本的に両方とも勝負ありあと揚げるだけなんで手間かかりません。はい、でこれから何やるかっていうと汁だね。汁に入り込んでその次はなんだ、めんどくせえな今日は。汁だな。うん、よし。まずはこれで洗ってやんなきゃダメだ。汚いよね。汚いってことじゃないけど。汁だな。これしかないよ、汁ね。あと白菜持ってこないとダメか。じゃあちょっと今白菜持ってくるね。はい、白菜ゴーゴー。もう外寒いからさ、ここに置いてあるんだよね。まだ雪じゃないね。そろそろみぞれになるんじゃないかね。これなんかあれです。なんだっけ、これ。干し柿が、そろそろ寒空の中、だんだん、いろんな人に食べてもらってきてますけど。ほら、まあいい。よいしょ。はい。白菜はさっきりですね。ここはダメだけどね、外のあれに食べてもらいます。一時期に食べます。白菜何にしようかとか言ってたよね。3枚4枚あればいいか。はい、4枚。お、ピリピリになりました。まあ、白菜の葉っぱはこうとして、ね、あとでザーッと切りますからね。はい、ピリピリになりました。温度はちょうどよくなりましたね。油が、なんか油の温度の匂いがします。ね、この人たちが入ってきます。なんか急にポルトガル人みたいな。いいよ、つまりました。はい、ここには鍋が置かれております。シュッ。水はこんなもんでいいんですよ。これでね、よいしょ。茎のところはね、よく煮た方が美味しいですよね。一緒に最初からこうして。レバニラ炒めどうしようかな。ニラと卵しかないね。まあいいでしょう。この辺が入って、これを捨てなきゃいけない部分。これはちょっともう半分。将棋なんでのサルだ。ああ、それが趣味はサルだ。桜木くん頑張ってスラムダンクかもな。なんか昨日からわかんないけど、そう仕事がスランプになるとかで、バスケットボールに来るんだよね。YouTube 便利だね。便利じゃないですよね。YouTube ってのは悪魔だね。悪魔じゃないでしょ。なんでもいいよ。まあ、お前ネギ食ったら死ぬんだよ。はい。この人たちが煮上がったところで、もう終わりですからね。なんかいい音になってきましたね。バシ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 っていい音になってきたから、ちょっとだけくるっと回してあげましょうね。そうするといいことがありますように、人生いいことがありますように。頑張る頑張る。何？でデイブっていう世の中でね、使われてますよね、効果的にね。2人の長い旅のもとであった2人は愛を育むのでありました。あの後どうなったの？市会議員になってさ、そのまま有名になっちゃったらさ、ああ、あの人昔大統領をやってた人じゃないって言われるだろうな。おいおい、困るでしょって思うんだけど。まあ別にやるんだよね。素敵なおとぎ話。お父大好き。あ、ちょっと多かったです。今ちょっと喉にしてました。よそにするでないで命取られる。あ、すげえ。こんなんで命取られてどうする？豚の肉を豚玉に豚のしゃぶしゃぶ肉が来ました。はい。半分でいいと思いますね。残りはあと半分ね。こんなもんです。150g かな、200g ねえな。残りの一味はどっかボウルのとこ出てきた。はい、残りの人ここね。残りの人ここです。もういい音だね、そろそろね。こっち側がそろそろですね、ちょっと弱火にしておいた間に、とにかく、停滞させないんですよね。これ大事。停滞させるじゃないぞ。この場合はあれだよね、一番アイドリングかかりやすいのはこの天ぷら鍋だよね。天ぷら鍋はとにかく止めない。いつもなんか入って上がってるようにしましたね。ここまで上げましたから、もうこれはで返す刀で鳥の方がちょっと早く見えた方がいいので、強火。ガラガラいってる間に。結構ね、フライ鍋ってのはでかいっていうか、深い方がやりやすいよね。油が外にこぼれてくるからね、あんまりやると。これ鶏と豚の合併汁です。合併汁、昔はもう牛とかも入れたけど、今日入れただけ。明日残ってる牛を使うから、明日はチンジャオロースっていう。チンジャオロースなんかこう、あれだよね、中華料理の人がこんな感じで食べるんだ。ほら、この問題でついてやろうことは想像に固くなる。おー、うまい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 ねー。ちょっと煮えた方が鶏は美味しい味が出ますよね。で、こちらに入れて、そこにくっついてるとあんま面白くないんでね、軽くそこからさらってあげましょう。 OK ですね。今日レバーも炒めてやりますが、レバーにちょうどこれが終わってこっちが開く時にレバーにも始まられるぐらいにしてちょうどいいですね。はい、これはもう生ものがそうですか、下げておきましょう。生ものっていうかね、おじいさんがね、好きでレバニラは玉ねぎがなかったね。音がいいよってなってきたね。ほら、あ、もういいや、ごめん、これ水分がいいや、こっちが早い。あ、洗ってね、マジで秘密だよ、秘密だよ。パラパッパーン、頑張れ、頑張れ。真面目にしないと失敗する。うん、ちょっとうめえ。OK。はい、そしたら玉ねぎやっつけるぞ。みんな玉ねぎね。みんなと玉ねぎ。玉ねぎ半分ほどいかん。あんま入るともう玉ねぎの味しかしなくなっても。薄く切るといいよ。あんま薄すぎてもちょっと困るからね。あ、こんなでいいんですか。バランチョ、バランチョ。もうちょっとあってもいいな、全部やろう。これはちょっと後でまた入れてみまして。OK やね。OK やね。みんなはさっき嫌いけんだよね。最近輪ゴムだし。もういい感じだね。みんな一緒に来たもんだから中華鍋でやります今日はね。はい、もういいでしょう。ゴリカツはやっぱり満腹係数が非常に満腹コストが非常に低いですよね。安い金額でお腹いっぱいになるから結構よく作るかな。だよね、満腹係数っていうのは。今度はこれでいいか、160でいってみっか。どんなだろうね、これね。あ、いいかな。入りましたか。まあ一個一個バラバラになってるからね。くっついてるところはあんま生になっちゃうんだよね。今くっついてたな。おい、くっついただろにもお前出てこい。大丈夫みたいなね。ペンケースで、このカツたちはカツうまそうだね。よし、ちょっと動いてもらわないと困るね。はい、じゃあまずはカツにあっち行ってもらいましょう。ちょっとでかかったな。ここにレバーも並べるんだけどね、でこれが入りますね。今もう片付けモードですね。片付けモード、片付けモードね。まずは手放しに気をつけてください。音で判断するんだ。心で聞くんだ。あー、うまそうだなこれ。もうこのまま食いたいな。グラニア炒めやめてこのまま食うか。初心貫徹せよ、初心貫徹せよ。心の中で叫びる。あ、あとはあれだね、小麦粉とパン粉を混ぜると、小麦粉だって片栗と小麦粉混ぜるといいのかもね。ちょっと後で調べてみよう。小麦粉はもう、ああ、片栗粉はすごく細かいからね、すぐ流れちゃうし。小麦粉はそういう意味ではね、このぐらい残りましたね。はい、終わり。はい、終わり。はい、終わり。ね、いつもすぐに洗っちゃう。もうホースはお役御免ですね。お役御免。ごめんです。我々すれば勘弁はいらない。この中はそればっかりだね。どっちかっていうと、その野菜の周りに水っぽさを入れてあげるっていう感じがしますね。でバラバラにしといたりして、ちょっと一気に入りますからね。今着々と上がろうとしてる。どうしようかね。やっぱトーチとかなんかと合わせてやろうか。豚の味だから甜麺醤、トーチ醤、あ、いいもの発見。これタケノコおいしいね。入れるとね、タケノコ入れてないときって厚揚げ入れてもいいけどな、味がぼやっとするからね。はい、うん、わさって言ってやろう。いいね。こちらがわーっとこう加熱されたらわさっと入れてやればいいね。はい、そうなん。ああ、ちょっとこのレバーそのまま切るのもあるね。何でもちょっとあ、レバーうまい。うまいね、レバー。はい、OK。でもせっかくだからみんな言ったことははい、悩みまして、悩みましては、それちょっとこっちの油を使うんですよね、この油をね。違う。ニラじゃなくて、ちょっとだけ余して入れちゃう。甜麺醤と豆板醤をちょっとだけ出してみましょう。いいよ。もうだんだん強いものがきますね。辛いかな。よいしょ。こんなね。こんな。ほら、煙が出とる。わお、これは PT コースだね。はい、では行きますか。油がね、素早く野菜の周りに。入ってくると。熱が激しくなるので、こっち側はちょっと強調してで、このあれがこうしなっとするぐらいまでいったら。出てきましたね。たけのこが入ったら美味しそうやね。ここでソースできたらこれに絡めるって形ですよね。唐揚げがね、隣で待ってる。俺の用はまだだって待ってるね。はい、こっちはこう。ちょっとスープって言ったら今の水はい、じゃあ入ります。うまそうだよ。ちょっと深めだったらもうちょっといくかな。ちょっと煮てやらないといかん。甘めです。もうちょっと炒めていきましょう。いいんじゃないかな。うん、うまい。もう一個これ。何が足りない？わからん。なんか足りない。イカ。すごいかな。早くて。ごま油でいいかな。これはちょっとソースがね、いっぱい使ってていいから、深めの皿の方がいいかな。いい香りだ。ああ、赤ワインにビール。紹興酒もいいかもね。ちょっと高めの紹興酒っていう。なかなかないけどね。うん。うまかたい。ね、ちょっとうまそうでしょ。これね、食べてみましょう。うん。うん、それで。衣にしょっぱみがついてるから、これぐらいいいね、うん、しょっぱみは時間とともにちょっと落ちますけどね。ということで、鶏カツにレバニラに汁ができましたね。もう出来上がったらすぐにこれをしてほしい。カツだよ。ということで、まあなんかちょっとだけ明かりが先に見えてるけどまだ暗い。ここが2000行ぐらいなんかデータをチェックしなきゃいけない。はあ、今日はもう食って寝よう。ということで、じゃあね、まゆ、おやすみ。